どうもおはようございます。江藤です。2019年9月の24日火曜日、日経新聞からこちらのニュースをピックアップさせてもらいました。新たな投資データに注目、市場規模3年で4倍に。で、概要を申し上げますと、世界の投資家の間で現在ですね、オルタナティブデータの活用が広がっているということです。オルタナティブデータ、またよくわからない言葉が出てきたと思ったと思うんですけれども、なんかちょっと聞いたことあると思うんですよね。オルタナティブロックとかいう音楽の用語とかでたまに使われるんですけれども、これ要はですね、今まであった枠とかにはまらないデータっていうことを言います。まあ音楽だったら、まあ革新的な音楽とか、そういった感じの使い方をするんですよね。まずオルタナティブデータっていうものを説明させていただくと、これ私的な解釈なんですけれども、風が吹けば桶屋が儲かるっていうものを表してるなっていうふうに思ってます。風が吹けば桶屋が儲かるっていう言葉をご存知ですか？台風のような風が吹いたらですね、それで砂が回って、それが目に入って、なんちゃらかんちゃらして、結局桶屋が儲かるんですよっていうようなことを表していると。これつまり一見すると関係がない言葉っていうのは、実は裏でいろんなこととつながってるんですよと。で、これを、まあ、こういうふうな、今までにこれはまさかこれがデータになるはずはないだろうっていうデータが、実はいろんな形がつながって、こういった形でになるんだよっていうのを表すデータっていうのが、まあ、オルタナティブデータ。というふうに私は思っております。で、これなんでこれが今注目されているかっていうと、もう皆さんよくご存知、 AI の分析能力がアップしているからです。今まで膨大すぎるデータっていうのがあったんだけれども、それをどう活用すればいいか分からなかった、人間の判断能力を超えたデータがあったと、まあ、ただし AI によって分析されることによって、これが実際データとして現れるようになってくると。で、実際数字としてもですね、投資家のデータ購入額っていうのが3年前に比べて今4倍になっております。これ実際データなんですけれども、投資家が、まあ、要はこのデータっていうのをもう積極的に買っていると。なんでかって言ったら、このデータをうまく分析することによって市場の予測をできるからですね、っていうふうな形で今世界の投資家が気になって、このデータを活用しています。例えばなんですけれども、これは実際の実例です。SNS の書き込みから、まあ、消費者や投資家の心理を探ったりしております。まあ、これだからエゴサーチって今までやるじゃないですか。自分の会社の名前だったり自分の名前とかを入れてバーッと SNS を見るんだけれども、それがもう膨大な量を使うことによって、まあ、それが実際にデータ化することができると。で、アメリカでもですね、もうこれ実際もう実用段階に入っております。最初の初期段階っていうのは、まあ、こういったデータ活用ができるんだよっていうのを投資家たちとか、そういったデータを活用する方々に、普及させると。で、その次の段階がもうこれを実際に実用化していくっていう形になると。で、まあアメリカではもうこれは先行してやってます。日本も今それをちょっと追随してるって形になります。アメリカでやってるのは中央銀行の発表とかが、まあ大体あると思うんですけれども、それの会見の文言っていうのを分析して、あ、こういう文言ができた時は消費者がこういうふうな行動を取るから、こういうふうな経済状況になるなとか、そういったことを実用して使っております。で、まあ、これは今後の課題なんですけれども、まあコンプライアンスがまあ本当に重要になってくるなと。まあ、例えばクレジットカードのカード決済の状況だったりっていうのも一個のこのデータの中に入ってきます。で、まあよく皆さんが知ってるPOSデータってあると思うんですよ。レジとかで何歳の人がどういう時に買ったとか、そういったデータとかもあるんですけれども、これ個人を結構特定してしまうっていうところがあるので、まあ、今後はそういったところ、まあコンプライアンスっていうのも非常に重要になってくるかなと。そういったところも全部クリアした上で、このデータっていうのはもっと今後大きく、いろんなところで活用されてくるかなというふうに思っております。このようにですね、毎日ニュースを取り上げて、私なりの解説をさせていただいてますので、もし気に入っていただけましたら、こちらの登録ボタンを押して、登録いただければ幸いでございます。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。失礼します。